皆さんこんばんは。こんばんは。かなえなつきの滞在第2回、はい、はい。今回進化した小野の島ということでね。はい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 。改めまして、花江なつきです。小野健翔です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日も動物の森をプレイしていきたいと思いますよ、健翔さん。2週間空いたのかな。いや、2週間空きましたね、はい。さあ、そして今日はですね、進化した小野の島ということで、はいはい、今画面に映ってるのは健翔さんの画面です。はい、よ、いや、もうね、この2週間ね、地獄ですよ。地獄、地獄のような毎日送ってきました、うん。というと、あつ森地獄です。この日のために向けて、もうずっと森の中こもってたから。マジっすか。あのね、もうすでにね、相当やってきたんで。お、じゃあちょっともう見てもらえたらなと思います。まずここがマイハウスの前ですか。マイハウスの前です。はい、パンジーがいっぱい埋まってますね。僕の島パンジーだったんですよ。パンジーなんだ。なんでパンジーを、はい、ちょっとまだ場所に困ってるんで、ここに集めてます。なるほど。じゃあ今日はちょっと健翔さんの発展した島を見ていきたいなと思うんですけど、はい、はい、はい。じゃあおすすめスポットから。おすすめスポットから、階段降りて、あ、白いバラが咲いていて、はいはい、あ、このね、白いバラはね、はい、青いバラをさあ配合したくて、そのためには紫のバラが必要でしょ、はい、これね。あ、そうなんですか。あ、これね。で、この紫のバラを育てるために、はい、ここは、はい、あの白のバラ専門の場所にして。あ、なるほどね。紫を大量生産したっていう。で、紫もちょっとあんまり必要なくなってきたかなっていうタイミングで、今もう白いバラばっかりになっちゃったあの、相当調べてますね、健翔さん。めちゃくちゃ調べたよ。 YouTube もめっちゃ見て、あの、参考にしてゲーム実況の方のやつを。あ、なるほどね。じゃあこういう島にもちょっと影響出てんだ。かなり出てる。なるほど。じゃああんまりオリジナリティがない島ということでよろしいですか。いや、完全オリジナルなんで、そこはいやいや、今参考にしたって言ったで、ここら辺はあのー、海斗くんにもらった、石川海斗くんにもらった花なんだけど。お、黒い、え、黒いバラ、これ黒いチューリップか。そう、黒いシリーズってちょっとレアなんですか。見たよ。へえー。でもここら辺はちょっと俺もあんま詳しくないから分かんないんだけど、これが青い菊がかなりレアなのかな、青が。へえー、あ、すごいな。他におすすめスポットもあるんですか。じゃあ行きますか。ここまずマイハウスね。マイハウス、あら、これ小野賢章でしょ。これ小野賢章。これあれでしょ、前回のミルダムの配信の時に撮った、うん、旗じゃない。あれ旗、あれ、なにこれ、気持ち悪い島だ、ここ。なんだこれ。あれ、これ前回のサムネの、これマイデザに落とし込んだんですか。そう、これ絶対やりたくて気持ち悪いもういいでしょ、愛が溢れてるよね、これ。ちなみになんで目線入れてんすか。あ、ちょっとあの、著作権大丈夫かなと思ってあ、僕のね、うん、僕のね。そうそう、俺はいいんだけどさはいはい、はい、ちょっと花ちゃんのことも考えて一応。あ、結構ホラーですよこれ。あ、ケンちゃんだって。どうした癖あるおめえさ、人の話聞いてんのかって言われたことねえのか。そんな時はこのうんうんだぜ。出た出た出た、これくれるんだな。ちゃんと聞いてますよって感じがするだろ。ちょっとのあの印象が変わるリアクションって面白いよな、もいちょっと待ってこいつ何めちゃめちゃ濃いじゃないですか。こいつなんか気がついたらさ、住んでてさ、あ、 いつの間にかスカウトしてないのに。そう、あの、牛多くないですかこの島。牛も多いし、牛もうちでしょ。じゃあうちのさ島さ、はい、ちょっとはい、さあ見てほしいんだけどさ、住人。あ、マップでね。まあこれが2人初期ね。あ、初期のね。で、羊も2匹いんのよ羊かぶってるなんかね、ちょっと猫とか犬とか狼とか欲しいですね。そうなんだよ、可愛いの欲しいのよ。で、コウタロウくんにさ一回見てもらったのよ、はいはい、うちの島。そしたらね、西山コウタロウに。そうそうそう、西山コウタロウに、うん。そしたらさ、こいつノルマン。うん、ノルマンね。あ、賢章さん、このノルマンってやつ、あの、不人気かなり上位のやつですねいや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 いいでしょうって言われちゃってさ。いい、世間一般的には不人気だったとしても、うん、賢章さんが声を当てることで一躍人気キャラになるはず。なるほど、当ててみよう。もう一回、もうちょっと人気が出る声ってことね。そうそう、人気が出そうな、うん、いくよ。はい、こうやってじっくり島の景色を眺めるのも悪かね。いい気分転換になるぜ、もい。いや、これは逆に嫌だ、
あとはあとはこっから本番ですからちょっと待って。おおめっちゃ楽しみ。もうね2週間すべてここにかけてきたから、これは楽しみだな。で紫のバラ、すげえ、めっちゃ生えてる。そう、あすごっ。これね紫のバラで、ここで黒のバラも育ててて、すごっ。で黒のバラを金のバラにしたいんだけど、はい、これはまだ島評価が5になってないから、あ金のジョウロがないとダメなんだ。そうそうそう、ジョウロがないからできないっていう状態なんです。でも貯めてるって。はーす、めちゃくちゃやり込んでるじゃないですか、ね、こんなに気持ち悪いんだけどこれ何。じゃあいきますよ。取っちゃうんだ、ショートカットだ。いきます、はい、お願いします。お、何ここ、何ここ、何ここ。温泉旅館です。うわすげえ、温泉街を作ってみました。うわめちゃめちゃすげえ。ここに2週間かけました。ここに2週間、はい。じゃあ見ていきましょう。でまずは入り口ね。入り口でね、でまあここで自販機でお菓子と買って、はいはいはい、まあ誰かに電話するもよし、今着いたよ、もしもし、今着きました、うん、どこにいる、今着いた、今着いた、もう旅館の中にね、うん、いるからね。本当ですか、じゃあ行きますって言って、お願いします、はい、入っていきましょう。橋渡って、橋渡って、ちょっくら出かけてるぜ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ここ旅館、うん、ここ旅館、ここ旅館、これ今閉まってんすか、うん、これ今閉まってるみたい。一徹さんっていうのはこの旅館のなんですか。あの旅館のあの支配人支配人、支配人、旅館なのに支配人出かけてるんだ。ほらこれなかなか渋いでしょ。一徹さんね、いや渋いっすね、うん、でここでね島をね、はい、あ一望できるんだ。一望して、すごい。でこっから温泉入ってきます。お、あこっから、こっから温泉なんだ。まずは滝を見ながらの五右衛門風呂。おおいい、ウォーターサーバーあって、ウォーターサーバーでね、スズメスペースあって、はい、あー汗かいたなー、竹綺麗だな。さあ次の温泉に行く前にここが映えスポットです。ここで写真を撮れる。あーいい、めっちゃいい、あーめちゃくちゃいい。花ちゃんこれよく見て、待って、はい、後ろ何あれ、よく見て、わかるまたやってんじゃんまた後ろに前出座を落とし込んでんじゃん。愛が溢れてるでしょ。いやいや、キモくないっすかこれ。でさらにさらにこう何もない、あーいい、そこいい、露天風呂、そこいいわ。こうやってね夜景を見ながら、で最後がお裏道、そう裏道だ。ここを通ると、おお、ここ通ってどこ通じるの、露天風呂。あーめっちゃいい、そこれ、これめっちゃいいじゃん。お刺さった、ここが、ここ好きだって、海見ながらですよ。そう海を見ながら入る露天風呂、これいいな。わーここ最高。そうそう、なるほどね。ケンショウさんめっちゃすごいっすね。めちゃくちゃやったもん、2週間これしかやってないもん。これでも本当に2週間でやったんすか。2週間でやったよ。これ時間と、えこれ、うん、これ時間全くいじらずにこれ完成させたんだ。あれあれ、ここにもいたか、滞在人が花江夏樹の滞在じゃなくて小野賢章の滞在か。あのそれ、いやいやいや、やってませんよとは言いません。やりました、ね、はい、やったはやったけど、やった、あのそう、この配信に合わせてなんとか、はい、あのもう普通にさ、はい、やってたら多分おそらくね、島クリエイターも出てない状態で、なんかちょっとやっぱ動きが足りないなと思って、これに合わせてこれをやっぱ作って、まあ見てくださるね皆さんを驚かせたいっていう一心で、みんなのためを思って、まあそうだね、まあ次のためにみんなをびっくりさせたいっていう気持ちで、まあやったえ、じゃあちょっとマイハウス見せてくださいよ。マイハウス見る？ただねこの2週間本当にあそこの温泉街しかやってなくてマイハウスやばいのよ今、あの周りは結構豪華になってますけどね、うん、これがねやばいんだよね。一体どうなる、ほら、あでもいいじゃないですか。全然なんのよ、ちょっとテーマがあのごちゃごちゃだけど、いやそうなんだよね。これちなみにあのタイトルは、はいはい、この部屋のタイトル、この部屋のタイトル、はい、カオスまさしく。じゃあこっち行きましょうか。はい、奥はどんなだろうなシンプルも物置じゃん。いやマジでね何もしてないのよ、引っ越し初日じゃんだね、確かに、はい、でこんな感じになってて、はい、はい、次行きましょう。まあ部屋は、はい、だけは広くしといた、こっちも広くしといたんだ、こっち。さあどうだ引っ越しってすらない
内見初日。今内見、そう。まあまあでも左はね。こっち。さすがに左は。ちょっと上も行こうか。はい。内見初日。初日ね。左の部屋もちなみにあるんじゃないですか、この冷蔵庫。まあ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 、まず。まあ、ああ、ここは埋まってる。まずね。うん。はい。ここはさすがに、はい、内見初日。内見。そうなんだよね。いろんな可能性を秘めてる。じゃあちょっとその冷蔵庫で閉ざされた、その、ここ明らかに増築によって突然できた感じのドアじゃないですか。行きましょうか。はい、お願いします。ここはさすがにありそうですね、なんかね。お、来るか？うわ、気持ち悪い！なんだこれ！これ何？これ何つったんですか、これ。やばいって。小野賢章に囲まれた花枝月。わかる？これ。これどういう意味があるんですか？これ前回さ、はい、本当に始めたばっかだったじゃん。はいはいはい、はい、でリモーネ先生のキャラクターを使って行ったじゃん、はい、花ちゃんの島に。はい、かなりさ、はい、荒らしたじゃん。木も切り倒したじゃん。木も切り倒したね。なんなら子供の木も切り倒したじゃん。小野賢章がね。小野賢章出たじゃん。はい、木を育てるのがね、はい、あんなに日にちがかかることを知らなかったわけ。あ、ここ懺悔の部屋で、それでも俺のこと見放さないでいてくれるよねっていう部屋。気持ち悪い部屋だなこれ。という感じの検証ハウスってことか。はい、これが僕が2週間やってきたことですね。なるほどね。ただですね、検証さん、はいはい、まだちょっと内見初日の部屋がね。あ、内見初日の部屋いっぱいあったね。ちょっとあそこもったいなくないですか。めちゃくちゃもったいないということでですよ。はい、なんと、うん、事前に、はい、リモーネ先生の配信でですね、はい、この今日の花枝月の滞在シャープ2で使う、はい、家具を事前にリスナーの皆さんからこっそり集めておきました。なんだって。小野賢章の部屋を個性的にコーディネートする用の家具を先生が集めてきてくれて、はい、先ほど小野賢章の島ゴタスゴア等の浜辺にすでに搬入済み。なんだって。ちょっと探してみてください。あ、来た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 。あ、ここここここやばめちゃめちゃやばいよこれ。こんなにあつのこれやばいって。こんなにみんなくれたの、すげーな。いや嬉しい。いや本当皆さんありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます、うん、これを使ってちょっと内見、小野賢章がねどういう風に料理するのかと。そう、 そう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 、はい、やってみましょう。さあ、じゃあまずはどこから行こうか。じゃあまずは、うん、ちょっと右から行ってみますか。右からね。楽しく過ごせるような部屋をちょっとコーディネートをしてもらってもいいですか。わ、はいはい、かりました、行きましょう、はい、まずはちょっと床と壁からじゃないですか。床と壁からだね。地下牢の壁。あ床も4種類ある。床どうしよう。溶岩行きます。やばいよ。これはもう、これはやばい。これはとんでもない罪を犯したやつが入れられるとこですね。入れられるね。ここに何を配置していくのか。おっと、まずお人形だ。お人形が、これは何か怨念のこもったようなそんな表情も伺えるお人形が、まず一体牢の前に配置されました。あ、いいですね、この一番でかい雪島にお人形が配置されましたよ。さあ、そしておっと、次はクレミアリ人形だ。来ました、人形と来たら人形。あ、分かった分かった、こいつを守ってる。あ、なるほど、クルミ割り人形が、うん、こいつを守ってる。守ってる。さあ、やっぱ必要なのよ。必要な、うん、これフラダン人形コンボやば。このフラダンスの人は溶岩のところで何をしてるんですか、うん、さっきのクルミ割り人形は守ってるじゃないですか、人形は、うん、このフラダンスの子はこれは、はい、溶岩を沈めるダンスをしてる。今溶岩が湧き上がってるところ、この子の力で爆発を抑えてんだ。そう、この子も守ってるんだ。守ってる。いいよ、ストーリーができてきた。はい、できてきましたね、うん、次に配置するのは呪いの。いや、これ呪いに加速かかってんじゃん。これ木魚ですか。木魚。ここは俺が落ち着けるために、はい、あ、なるほど、ここであっぽくぽくやるんだ。そう。さあ、次のポップを。お、トイナチェア、クマの。でけえ、でかすぎでしょ。
これはちなみにこれなんですか。これは熊野大ちゃんっていう、はいはい、あの怪獣だね。怪獣、うん、こいつが暴れることによって、はい、溶岩がファーってなって、この大ちゃんがわがまま言ってバタバタ化身なのよ。あーそういうことか。でそれの一番悪いのはこいつね。えこの白い子、そう操ってんの。あ大ちゃんを操ってんの。そう。え待って、じゃあ今敵対勢力ってことですか、このフラダンスと。フラダンスは唯一のね。そう。あそういうこと。ここから分断されて左が全部敵なんだ。そう。はあ。だからフラダンスの味方が必要だね。そうなってくると。そうですね、フラダンスの味方欲しいですね、うん。あ招き猫、あフラダンス側の味方招き猫なんだ。これ名前ちなみにこいつ、はい、玉三郎。玉三郎大ちゃんと対決するのよ。はい。はあ。玉三郎はちなみにその、うん、どういう能力を持ってるんですか。玉三郎は、はい、泣くことができる。えよく聞いていくよ。はい。それが何か。それが何それが何か。賢章さんはどっちサイドなんですか。俺はフラダンスサイドよ。あ、賢章さんはフラダンスサイド。うんうんうん。なるほど。じゃあ3対3の戦いってことですね。そうなんだ。だからもうちょっとね。はい。もうちょっとやっぱ必要になってくるものがあるよね。まあやっぱもう一人ぐらいね、人形あったらね。そうだね。人形欲しいとこですけどね。怖い。これは一体、これは玉三郎の、はいはい、エネルギー補給。あ、玉三郎にあげるんだ。そう、玉三郎がこれによってパワーアップして威嚇の威力が上がるんだ。上がるのよ。へえ。ああこれ以上かな。そういうことですね。じゃあここが第一の部屋でいいですか。第一の部屋 OK。 これ完成でいいですか。これまあまああのまださいっぱいあるから、いっぱいあるからね、皆さんからいただいたやつがいっぱいあるから。ちょっとね、あ待って、え何、あいいのあったじゃん。そっから刺激するの。こっちサイドだ。こっち、こっちサイドだな。こっちサイドでしょうね、その見た目の感じからね。あ、じゃあやっぱ木魚は。木魚はこっちね。こっちだな。木魚は手前ね。うん、俺はやっぱ木魚。はぁ。あ、いいいいいい。あ、いい。なんか弱えな、こっち。あーいい、4対4だ。はいはいはい、木魚ももう一人のキャラクターとしてね。これ、これで4対4だ。うん、4対4だ。あ、いいよいいよいいよ。あ、なるほどね、うん。手持ちアイテムね。うん、じゃあ、第一の部屋、これ、タイトルをつけるならば。あ、タイトルね。地球滅亡をかけた戦い。よし。じゃあ次の部屋作りに行きますか。はい。次はやっぱポップにしたいよ。そうね、次こそはポップにね。さすがに、さすがにね、うん、ポップにしたい。うん、よし、ちょっとこれで行ってみようかな。あ、来ました、次のレギュラー、うん、はい。ちなみに次の部屋はポップでいいんですよね。ポップ、どうなるか分かんないけどポップで行こう。ポップ、皆さん聞きましたか、ポップです。次は、うん、ポップです。次こそはポップです。はい。雲の上ポップでしょ。おー、めちゃくちゃいい。これすげー、すげー、こんなのあんの。これいいじゃん、すっごっ。あーこれもポップっちゃポップかな。ポップだね。とりあえずめちゃくちゃに並べていきます。あ、まず手品セットとレトロな給油機、書斎の椅子。わ、こっから何が生まれるんだ。あ、でもなんかポップになってきたかも。ちょっとまあ、とりあえずここら辺に置いといて、はい、これでいきますか。はい、ポップな部屋、題してケンちゃんと世界旅行。そのまんま。じゃあそろそろ僕も入ろっかな。来ますか。行きましょうかね。あ、誰かが遊びに来たみたいです。お、来た。さあ、よし行くぞ。さあ行きますよ。お、夜行性の筋肉、メクマ。あれあれ、これカイトじゃね。あれ、これカイトだね。これちょっと追い出しましょう。うん、ほらもう邪魔だから。邪魔だから。邪魔だから。あ、でも先生とかも入りたいんで、ちょ、一回パスワードに変えてもらっていいですか。あ、了解。じゃあ、うん、一回お開きにして。ごめんね、カイト君、なんかあの衝撃的な登場に水を差してしまうように一回あの解散するから、もうちょっと待っててね、来たいなら。うん、うん、ちょっと早かったな。よし、お開き。目の前で、目の前で入党早々お開きの手続きを取られる。じゃあね、今度こそ行くんで。よし、やっぱつもりといえばマルチプレイしよう。お、こっからが本番だ。お、来た。さあ、誰が来るかな、誰が来る。これで決め込まれたらめっちゃ面白いな。入ってるよ、今入ってるよ。よっしゃ、行くか。
した。おい、ね、西山光太郎、カイトにパスワード教えたのに光太郎にリレーされたな、これ。ね、どんな格好。いやもうね、前回も来る気満々じゃん、これやばいじゃん。あ、また誰か来た。あ、今度僕です。ほんと？はい。あれ、これ行ったよな。あ、やべ、取り込み中だ。うわ、カイトだ。さあ、2度目の登場。2度目のね。いや、この筋肉、多分今度はね、今度は絶対衣装変えてきてるはず。衣装変えてきてるよね、絶対。そう、さすがにね、バラで2度は来れないはず、うん、ファッションショーみたいなもんね、もうね。ファッションショーですね。うん。あ、ちょっと可愛くなってる。ちょっと変わってる。ただ金のバラはしっかりと加えて。金のバラはやり込みアピールとして。いや、もうこれはね、嬉しいんでしょうね。金のバラができたっていうのが。そうですね。うん。嬉しいんだろうね。はじめまして。はじめまして。あ、ごめん、遮っちゃった、光太郎。隠しきれてない才能が行きますよ。あー、来ちゃうね。もうそりゃもう超人気声優っていう感じの格好で行きますから。これは期待大ですね。さあ来ました。はい、さあ来ましたよ。続いて花枝月の優勝です。はい、どうも。盗んでいく気満々だ。盗っ人花ちゃんです。これは盗まれる皆さんにもらった家具や洋服。やばいやばい。さあみんな集合だよ。いや、4人集まったね、集合。え、なんだこれ、おい、なんだこれ、かかったな、ハロエナツキ。おぉ、なにこれ。落とし穴だよ。そんなのあんの、このゲーム。これは事前に、はい、シロクさんとリモーネ先生から渡されていたんだ。シロクさんですか。シロクさんじゃない、シルコさんと。ちゃんと引っかかってくれるね、花ちゃんね。ここ普通に掘るやつだと思ってた。なんでで、多分うんちかぶってるって言ってます。ああ、こらやめなさい、お客さんがいる前でそんなこと言うの。配信でうんちなんて言うんじゃありません。じゃあ行きましょう。はい、こっちですよ、皆さん。はい、行きます。はい、来てください。はい、はい、どうぞ渡ってください。え、あ、ここですか。はい、はい、どうぞ進んでください。はい、どうぞ。はい、どうぞ来てください。わーうわー、まただ、出た。出たよ、出たよ。全然気づかなかったわ。さあこちら皆さん。おーい、ちょいおいおいちょっと、すいません、ちょっと、欲しいんで、ちょっとだけもらってきます。ちょっとだけもらってきます。あ、これか、この気持ちか、花ちゃん。もう盗む気満々だもんな。いや、もう盗みますよっていう。盗む気満々だもんな。盗みますよってね。いやー、くっそー、やられた。色はちょっとね、後でね、変えときます、ね。はい、うん、はい。じゃあこっちです。はい、じゃあどうぞ先に行ってください。ちょっと待って。え、さすがにあるでしょ。いや、ないよ。本当に、うん、ないないない。じゃあ行きますよ。うん、あるじゃん。あるじゃん。いや、これも絶対そうでしょ。いや、じゃあ俺行こうか。いいっすか。じゃあちょっと待って、やばい。じゃあ僕行きますよ。うん、じゃあちょっと着替えてから行きます。おお、グリフィンドール、すげえ。行きます。ほら、そうじゃん。魔法使いでも超えられないじゃん。グリフィンドールだ。さあ来ました。はい、来ました。温泉地へようこそ。うわー、いいですね。あ、ここ。でもちょっと待って、みんな集合。何ですか。あの、入館料が。あ、入館料取るんですか。入館料かかるから。すごい、俺2週間頑張ったのね、これ。これでどうですか。あり、あり、あり。じゃあこれで長靴置くんじゃない。わー、やめろそれは。めちゃめちゃ嫌だ。めちゃめちゃ嫌だこれ。あら、それこれめちゃくちゃ嫌だ。うわ、ここ入館料取んのかよ、こんなゴミだらけの旅館でさ。くっそー。あ、一徹さん、はい、みんな、あ、一徹さんに、これ一徹さんだから、これ一番偉い人。あ、これ一徹さんが、うん、宿屋の、そう、店主一番偉い人、うん、ちょっと話しかけてみてください。よう、元気そうだな、てか声引く。世間話でも。そういや、家を出るときに妹は消したっけな、てか。いや、危ないですよ、ちゃんとしっかりしてください、言ってさ。だいぶ渋いですね。いくよ。はいはいはい。パッパの子、かわいい、この衣装が合ってる気がする。
あ、じゃあ映えスポット行くってことですね。あ、ここか。いや、まずお風呂入ろうよ。まずお風呂入ろう。みんなでお風呂入ろう。この温泉の効能って何なんですか？疲労回復、はい、美肌効果、そして、はい、声にいいですね。声にいい温泉があるんですね。はいはいはい、声が良くなります。あ、なるほど、うん、確かにちょっと良くなった気がしてきました。はいはいはい、じゃあ次行きましょうか。はい、映えスポットようこそ。映えスポット並んで、はい、並んで写真撮るよ。わあ、かわいい。はい、チーズ。オーケー。はい、あー、いい写真撮れた。さあ行きます。ここ誰入る？カイト君入る？お、入るの？お、入るみたい。あ、入るみたい。入りそう。入る。カイトのキャラちょっと可愛いな。ちょっと可愛いんだよね。ちょっと可愛いな、うん、ちょっとイラッとするな。可愛くて。俺、あ、入ってる。あー、あーあーあー、いい湯だなってことだね。いい湯だな、うん、なるほどね。じゃあ最後いくよ。ここはね、やっぱね、一番豪華だから、ゴータルさん入っていただけますか？あ、脱いでる。脱ごうとしてる。お、あ、多分変身するんじゃないですか。変身する。お、来た。あ、来た。あー、何になる。何になるんだ。ナイトモード。それで入るの？それで入るの？そんなのあんの？気持ちいいですね。いいですね。いや、嬉しいよ。いや、楽しい。なんか自分が作った街で、うん、こういうのをできるのいいですね。いや、嬉しい。なんかすごい、これが楽しみ方だなって思った。確かに2週間頑張った甲斐がある。いや、あるね。じゃあ今日はここでお別れしますか。ここで、ここら辺で ね、はい、はい、皆さんありがとうございました。ということで、はいはい、花江夏樹とゲストの小野賢章でした。さようなら。ありがとうございました。おやすみなさーい。さようなら。おやすみなさーい。